すんの？どうすんの？どうも、バットオブアスチュリス、今日もみんなの尻に火をつけちゃう。やってきました。今、名古屋ドーム付近に来てるんですけども、なぜ名古屋ドームをの近くにいるかっていうとですね、皆さんダフ屋というものはご存知でしょうか。あまり聞き慣れない言葉かなと思うんですけれども、チケット類ですね、乗車券とかイベントごとの入場チケットとかその他諸々なんですけども、そういったものをまあ不正に売りさばく行為のことを言うんですけれども、転売ですね、転売、許可されてない転売のことをまあダフ屋って言うんですけれども、で今日ですね、この名古屋ドームでサザンオールスターズのライブがあるという情報を入手してね、早速来たんですけれども、コンサート開始時刻1時間前に来てます。名古屋ドーム前駅なんですけど、もう人だかりが、結構ね、もうあって、あっちの方に皆さん結構流れてるんですけど、もう中心地の方、名古屋ドーム付近はね、人でごった返してるんですけども、今回はですね、そういったダフ屋行為が行われているところですね、裏事情とかこの動画で収めてダフ屋の実態を調べていきたいと思います。じゃあ早速突撃取材していきましょう。レッツゴー。あそこイオンモールが見えると思うんですけども、イオンと名古屋ドーム付近のこの通路のところにダフ屋さんが多いということなんで、ちょっとここを中心にちょっと歩いていきたいと思います。今どこいる？あ、俺もついて、いやもう着いたらいいんだけど、チケットを忘れちゃって、どうすんの？チケットあるよ。あ、あります。何枚？何枚いるの？1枚あるよ。の代わりどこだよ、剣持ってる人間と同行だよ。同行っていうのはどういうことですか？剣持ってる人間と一緒に入ってかなかった。別の方がいるんですか？そう、うん、入ることだけ。あ、うん、席ももうその人のも隣だよ。ちなみにいくらですか、1枚どれぐらいで探してんの？いや、本当にさっきなんか他のお兄さんのところで、9000円って言われたんですか？9000円それはもう、じゃあそっちで買った方が。セットだったの？セット販売ってことだよ。どういう意味セット販売？2人シート。ああ、1万円だとどれぐらいですか？2万円出るんだったらいいよ。どこ探してもないでしょ、ネットとか探してもないんだし。もうちょっと安くないですか？1万5000円と。何ですか？いいよ。1号でもいいですか？ちょっと待っとってよ。あ、ちょっと待って。1号ね、もしかしたらいけるかも。いけるかなって。明日でもある。あ、明日もあります。ある。え、金額も一緒ですか？うん、無理無理無理。明日とかもう高いよ、そんな。最終日だから。違う、今日だって本当はそんな渡したくないの。ただ何もどうしてもって言うもんで、指導だったらいいよ。ちなみに明日のチケットって1枚いくらですか？もう3万ぐらいです。3万。あ、だってネットで見ればわかるでしょ。とりあえず、一旦保留で。もうダフ屋なんて、ないよ。金額が全部一緒ですか？いや、ダフ屋が俺と何も、何もう、はい、同じ一人の仲間しかいないの。全員同じってのはグループみたいな。そう、どうすんの？もうダメならダメで、また俺も仕事をしなかったんですよ。ちょっと、ワンタッチしてきたんですけど、なんか、あのダフ屋さんはちょっとそば行くと、なんかブツブツつぶやいてるんですよ、こうやって。ブルブルブル、チケット当日安いよ、何千、いくら、3円、1万いくらみたいな、なんかボソボソつぶやいてる、なんかわからないように。ここら辺のダフ屋さん、多分ね、パッと見5、6人ぐらいいましたね。5、6人、グループで1枚 2万円って言われたのか。まあでも、なんかいきなりね、1万5000円って値引きしたらいきなり安くしてましたから、もうあれはもう、いいねですね、完全に。あともう一人ぐらい、あのダフ屋さんっぽい人がいたんで、また2発目行きましょう。レッツゴー。今日のチケットってありますか？さっき聞いた。あ、同じ。一緒。もう全員一緒なんですか？そうそう、もうだって2人しかいないの。他にダフ屋さんも？もういない。もう儲からんの、みんな来おへん。値段も一緒ですよね。一緒。もう向こうで聞いたでしょ。
今日のやつやったらもう最悪1号でもいいよって言ってる。あ、さっきの人が。いいよ。うん、6時開演じゃないですか、うん、6時以降開演してからもここでいいの？多分その本に入ってもらう。もう本に入ったらもう何ともならへん。その本人と一緒に入ってかんと入場できへん。あ、でも6時過ぎてもその人と一緒に行けば一緒に入れる、うん、だけどその人はもう入ってっても、あ、他のもう待っとれへんで入ってくって。あ、他の人もいるってことですか？そうそう、他の人もいる。まとめて入場するみたいな感じ。そうそうそう、もう入ってってもらうね。セット割りみたいなのってな、ちなみにあったでしょ？セット割り別に言うんですか？そういうのないんじゃないの？儲からなくなる自分らもこうはよく、自分らお客さんがおるやつでお客さんに売ってくださいって言われてるやつを売るだけやもんで、自分らが仕入れて売っとるわけじゃないもんで。そうだね。明日の件はいるんですかね？一応、明日行く予定で。どんだけ出るの？はい、何本出せるの？13。ああ、もう、はい、もう今3万でおるんで、明日には。だめ、それ以上だったらそれは出すよ。でもそれ以下だったらもう無理だよ。どんだけ粘ろうが何も出せる。もうだっておるの？3万ですか？うん、3万もう出すっていう。ちょっと高くないですか？そのちょっと2枚だからちょっと安くなるとかないですか？いや、もうおるもんで、もういいんだって。明日のはもうおるもんね。3万円、3万円。だからもうそうだよ。1万円、だからじゃあ無理だよ。無理っすか？はっきり何言って、1号を、でもはっきり言って、ほんとは無理なの。定価が9000いくらやったんで、それを1万円で、その、売る人は1万円は絶対欲しいよね。絶対定価に。自分らボランティアでやってるんじゃないで、そこからちょっと上乗せですよ、5000円。3万円だと全部妥当ですよね。妥当ですよね。これやったらもっと高いよ。もう結構長いんですよ。これだけで仕事行くけど、こんなんで飯食っていけてへんねん。こんなは遊び副業。あ、副業なんですか？名古屋の方で結構イベントやってるじゃないですか。どれぐらい稼げるんですか？全然稼げるよ。昔じゃないよ。まあ、結構やっぱネットで買う人が多い。もうネットも6月15日過ぎたらもう厳しくなるで、ネットももうダメなの。そうするとやっぱ現場が、まあ、潤うか潤わんかわからないけど、ネットはもう一切厳しくなるので。見回りとかやっぱ来るんですか？来るけど全然。もう向こうも知っとるで、もう帰ってくれって言うだけ。捕まったことありますか？捕まったことは、周りを捕まった人間がいっぱいおる。罰金ですもん。罰金30万。現場で3万円稼ごうと思うのに、捕まったら罰金30万払わないで。何やっとるか分からへんけど。割に合わない。割に合わない。普段何やられてるんですか？普段は普通のいろいろと、いろんな仕事をします。夜の時は。夜はちゃんと太る。はい、いかがでしたでしょうか。いや、非常に緊張感のある撮影でね。今日のこのサザンのチケットは1枚9500円で、最初1枚ダフ屋さんに言われた金額は2万円と、だからまあ約1万円近く上乗せして、まあ、販売してるという感じでしたね。最終的に値切ったら1万5000円で、なんだったら売ってあげるよって言ってたんでね。はい。まあ値切り交渉もまあできるみたいです。まあ、これやっちゃダメですよ。これやっちゃダメですけども、まあ値切ることも可能だよって言われましたけれども。このサザンは一応明日もある。こう2日間あの名古屋ドームでやってるみたいですけども、最終日のチケットがやたらとピンハネして3万円と、1枚3枚ですよ。それぐらい高くなりましたね。まあ最終日だから人気があるのか分かんないんですけども、明日のチケットだけ値切り交渉はできませんでした。もう先約が言うからって言ってましたけれども、まあおそらく長いこと多分やってる商売、まあこれ商売って言っちゃあれなのかな。まあやってる方なんで、おそらく、駆け引きみたいな感じで、そうやってちょっと購買意欲をかき立てようとしてんじゃねえかなと思いましたけども、よろしくもう完全に違法行為ですから、こんな感じで今回はダフ屋の、実態を撮影してきました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんで、おろしゃでーす。おさちゃん、チャンネル登録